でも例えばですよ、私が行ってそこにいる霊を連れてきてしまったとします、はい、そうしましたらそこの心霊スポットって心霊の不在状態になるわけじゃないですか。確かに。そこにはもう誰も。この世の中には科学では解明できない不思議なことがいくつかある。心霊系のジャンルには嘘か本当か様々な意見が飛び交っている。今回取材した YouTuber は実際に霊が出ると言われる現場に一人で行き検証し、こんなことを我々に言ってくれた。全心霊動画はやらせだと知ってましたか？誰も現れないですよね。もし私が連れてくることがあるのであれば、他の人はもうどっか連れて行っちゃってると思うんですよ。あ、まあ、誰か来てますからね。そうです、そうです。だから絶対ないと思うんですよね、その心霊がついてくるというのは。よくね、その心霊スポットに行って、実録ジャーナル、今回の主人公はウルフさん。数々の霊現象を体験してもなお、彼はどうして幽霊がいないというのでしょうか。お願いします。ウルフさん、こんにちは。はい、心霊系 YouTuber のウルフさんの取材ということで、まあ、心霊中に、最近心霊にハマってますね。あ、この、まあ、YouTube チャンネルを、はい、あの見たことない方がいらっしゃると思いますので、はいはい、まあ、簡単に何をやってますみたいなことを教えていただいてよろしいですか。まあ、基本 YouTube 自体は検証系をやってはいたんですけど、最近ですね、心霊系一番多いですね。心霊スポットに行って、心霊スポットでやってはいけないこと、心霊スポットでのタブー、恐らく連発するみたいな。連発することによって、じゃあ霊は出るのか、聞こえるのか、まあ、そんな検証を今はやってます。そうですね、まあ、そうですね、心霊系で言ったら、さっき言ったように、心霊スポットで、まあ、心霊って本当にいるかいないか、まあ、私全く否定派なんですけど、結構信じてる方いっぱいいると思うんですよ。そういうので、僕見たことも聞いたこともないので、まあ、心霊、現れるか、やっちゃいけないことやって本当に現れるか、みたいなこととか、あとそうですね、その、なんだろう、昔言ったらそのラサールさんとかやってたような、あの、ペットボトルの中にドライアイスを爆破させたりとか、その規模をでかくしたらどういう、あの、爆破するとか、そういうのとかですね、僕もそういうのを昔から好きでやってたんですよ。まあ、ほとんどがそういうのはお蔵入りしちゃいましたけど。お蔵入り、まあ、はい、どういった理由でお蔵入りだったんですか。そうですね、やっぱ怪我しちゃったり血が出たりするとかいうので、すごいですね、お蔵入りが多いですね。あとドッキリとかですね。なんか、ドッキリって結構、その、まあ、やらせじゃないですけど、仕込まれたりとかあると思うんですよ。僕、本当にドッキリ仕掛けるんですよ、一般人。それで、あの、まあ、訴えられるまではいかないですけど、本当に怒っちゃって、すいません、すいませんって。YouTube 出していいですかって、ダメで決まってたらこのやろうみたいな、そういうことも結構あったりで、はい、そういうの結構やってて、その中でやっぱ心霊ってお蔵入りはあまりなかったんで、まあ結果は心霊系が多いってことですよね。YouTube を始めた頃はどんな企画でもやるつもりでいたが、お蔵入りするケースが増えたという。ドッキリ企画ではどんなことをしていたのだろうか。ドッキリって何をされてたんですか。そうですね、あの、まあ、海外の人が誰かやってたようなちょっと真似したんですけど、あのサバイバルゲームで使うその、はい、なんかこの着ぐるみ着ぐるみってこういう草のなんか草迷彩の、はい、迷彩の服、はい、で本当にこういうあの草木の中にいると本当に一体化して分かんなくなるんですよ。聞こえる子からいきなり現れた瞬間ダーンみたいな、そういうことやってたら怒られちゃいまして、本当に一般人やったんですよ。あの仕込みなしで。そういうことやってたら、怒られちゃって、まあ、警備員とか呼ばれちゃって、危うく警察呼ばれるんじゃないかみたいな。そういうことだったんですね。そうなんですよ。そういうこともあって、まあ、そんな中でやっぱ心霊系ってそういうのなかったんで、心霊系になったっていうのはありますね。え、じゃあ、もともとの YouTube チャンネルを作りたいっていう動機は、はい、何だったんですか。そうですね。まあ、やっぱ、面白く、あの、やりたい。周りを笑わせたい。そこがきっかけですね。あの昔からやっぱり、まあ、
僕二面性があってすごい本当は人見知りなんですよ。ただすごい人を笑わせたい、まあ、笑うのも好きなんですけど笑わせたいっていう自分がいまして、そこからですよね、一人でも多くの人にやっぱ笑わせたいと思って、やっぱ YouTube 配信が一番あの手っ取り早いしいいのかなと思います。実際手っ取り早くなく編集とかめちゃめちゃ大変なんですけど編集どのくらいかかりますかね。そうですね、大体10分動画作るのに僕なんかもう結構隅々まで結構こだわり症なんで、本当10時間とかかかるときはザラですね。彼の YouTube チャンネルの真骨頂、心霊動画の内容について質問してみよう。本当に噂の場所に行くんですか。行きます。そうです、もう基本的に神奈川県のまあ、一番危ない、一番目撃情報が多いというところでは必ずって言っていいぐらい何度か行ってますね。同じ場所にも何度も行くし。怖くないんですか。まあ、怖くないって言ったら嘘になりますけど、あ、ちょっと怖い怖い。まあ見たことないから怖い、でも見たい、まあ、全く否定してるんですけど、一回もそのやっぱ見えないというか、その行っても見えないんですか、はい、全く何も見えないです。音がするとか、なんもないです。変な現象はない。なんもないです。ただ、僕の動画を見た視聴者の方が、はい、何分何秒に女の子の声が入ってたとか、うん、足音がするとか、複数の足音がするとか、そういうのはありました。コメントで。ありました。ただ、僕はそれ心霊とか全然思わないですよ。絶対なんかその例えば僕の声だったのかもしれないし、絶対なんかあるんですよ。と思って僕完全否定派です。ああ、ごめん言わせました。現象みたいなことも、まあ現象みたいなこともあったっちゃあったんですよね。例えば、うん、幽霊トンネルの中に入って、うん、エンジンを止めてクラクションを3回鳴らすと、うん、エンジンがかからなくなる。で、よくあるんですよ、そういう。でやったらエンジンかかんない時があったんですよ。本当に車真ん中に止めて。エンジン止めてクラクション3回鳴らすとエンジンかからなくなる。でよくトンネルでありますよね、幽霊トンネルで。検証してみたいと思います。あ、クラクションなんで。だけどそれは多分ですけど、パーキングに入れてないとエンジンかかんないじゃないですか。多分それなんですよ。このシフトのこれを多分ですよ。本当に焦って覚えてないんですけど、多分これを入れてなかったからかかんなかったと思うんですよね。ああ、まあまあありえます、ね。そうですね。だからこれは現象なのかどうか、勘違いなのかわかんないですけど、まあ、そういうことありますか。動画に上がってますか。上がってます。それ見たいです。あ、ぜひ、はい。はい、見てください。はい。なるほど。普段、なんか、ね、よくそういうとこ行ったら、霊連れてきちゃうとかね、言いますよね。よく言うじゃないですか。でも、例えばですよ。私が行って、そこにいる霊を連れてきてしまったとします。そうしましたら、そこの心霊スポットって、心霊の不在地状態になるわけじゃないですか。確かに。そこにはもう誰も現れないですよね。でもし私が連れてくることがあるのであれば、他の人はもうどっか連れて行っちゃってると思うんですよ。あ、また来てますからね。そうです、そうです。だから絶対ないと思うんですよね、その心霊がついてくるというのは。よく、ね、その心霊スポットに、でタレントさんが行くじゃないですか。ああ、ありますね。ね、はい、おえとか言って。あれ気持ちの問題ですね。はい。本当にやっぱ本人は怖くて怖すぎて気持ちよくなる。絶対です、絶対です。はい。前回の動画であるんですけど、ちょっと霊感のあるカメラマンと一緒に行ったんですよ。で、カメラマンが気持ちよくなっちゃったんですよ。あら。気持ちなくなっちゃって、吹上トンネルってところに行ったんですけども、はい、吹上トンネル2つあって、9トンネルと99トンネルっていうのがあるんですよ。